はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。今日は6月15日第67回目の配信となります。はい、前回の動画の方でですね、交流戦の結果をお知らせするという予告をしましたが、なんと3位でございます。やりました。パチ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 。先週の段階では1位だったんですが、残念ながらオリックスがなんか急にね、連戦で一緒でしたもんね。あと西武戦にちょっと1個も勝てなかったっていうのが大きかったですけども、愛徳にやられました。はい、やられました。で、まあ、でも3つ勝ち越しということで、そうそう、ね、なかなか交流戦いつも弱いんですが、そうですね、良かったですね。だからあれないですか、こちらのリーグでは大会からちょっと上がったみたい。上がったんだけど、阪神の方がね、またね、上に行っちゃったんで、ちょっと1位との差はまた開いて、でもね、1位がね、どうでもいいのも。そうか。一つ上に勝てるか勝てないかっていうことも。もうペナントレースはもういいです。ということで、ペナントレースは今度は18日から始まるのかな、金曜日から始まるんですが、今ね、オリンピックが横浜球場を使うっていうことで、しばらく使えないんですよ。それで、18日はね、東京ドーム、東京ドームですよ。広島戦が東京ドームって珍しいこと。そうですね。うん、ということで、これから横浜球場を離れて、転戦する。まあ、阪神の甲子園みたいですね。あ、そうね、甲子園の時期になるといつも、はい、ここの、ね、野球があると ね追い出される感じ。そうそう。ということで、まだまだ楽しみはしばらく続きそうです。ということですが、今日は何を歌っていただきましたか。ポスターのですね、はい、あ、夢見る人じゃなくて夢地より、夢地よりですね、うん、はい、夢見る人っていう題もついてるし、そうなんです、そうなんです。日本で訳したのが、津川秀一さん。そうです、そうです。ね、以前にもね、あれしましたんですけど、ね、でその方が夢地よりという題にしたんだと思いますね。はい、じゃあポスターの話は後ほどお伺いするとして、まずは聞いていただきましょうか。では、夢地よりお聞きください。はい、お願いします。Oh, no, no.
はい、お疲れ様でした。ポスターっていうと、うちの親父さん、清春さん、結構好きでしたよね。そうですね。好きというよりもですね、ピアノ独学するときに、ポスターの、ズンチャッチャッチャという、三和音を、弾くのから入りましたね。ですから、もう、スワニー川とか、オールドブラックジョーとか、そういう、和音を使って、単純なリズムのものは、そこからピアノを始めたっていうところですね。いや、僕としてはね、ピアノっていうイメージよりはアコーディオンですね。アコーディオンね。はい。そのフォスターなんですが、僕らね、アメリカの作曲家で、歌をたくさん作ったってことは知ってるんだけど、あんまりよく知らないんだけど、何かフォスターの情報ありますか？いや、もうフォスターはですね、津川慎一さんがもうぞっこん惚れ込んで、2冊もフォスターについて記述してる、本を出したりしてるん で、で彼が一生懸命合唱をやる人たちにもう広めたというかね。ですから、一時期ホスターを知らない人はいないというぐらい日本では、流行りましたね。アメリカなんだけど、イメージとしてはシューベルトみたいな感じでね、歌曲たくさん書いて、割とみんな知ってるんだけど貧乏だったみたいな。そう、初めから貧乏だったわけじゃなくて、曽祖父っていうから、ひいおじいさんですね、がアイルランドからの移民で、その頃は結構裕福で、白壁のお家に入ってたりして、でしかもですね、10人兄弟の一番の末っ子だったんですね。でもう小さい時からお父さんもバイオリン弾く人だったんですけども、小さい時からものすごく音楽的な才能があって、いろいろな勉強したんですね。一番最初にフルートやって、ギターやって、クラリネットやってとか、もう大変ね、天才的で、ですから学校に、学校に行ったんですけども、16歳ぐらいで卒業の時には、もうすでに自分が作曲した曲で、卒業式の式典でフルートを吹いたっていうぐらい、もう才能があったんですね。でもうその頃からもう歌は出版されたりしてた、出版されてるんですね。ですからただやっぱりその時代は作曲者も作者も恵まれないというか、著作権とかそういうのがあんまりなかったんだね。そうなんです。出版社の やりようで、出版社はいっぱい儲けてるんだけど、作曲家には戻ってこない、戻ってこないっていうような、書いても書いてもお金にならない。だからお兄さんの、会社で、初期の仕事をしたりして、アルバイトしてたんですけど、お兄さんが亡くなってしまったり、お父さんが亡くなったりしてしまって、そういう経済的な道筋も途絶えちゃったんですね。だから作って世の中には流行ってるんだけれども、自分は貧乏っていう生活が続いて、もう最後亡くなった時は本当の小銭しかポケットに入ってなかったので、何年生まれで何年に、そうですね、1826年に生まれて、1864年ですから37歳で亡くなってます。これまた短命ですね。結局は1826年、そうするとシューベルトと被ってない？シューベルトはね、ですからね、亡くなり方も非常に、なんていうかね、悲惨っていうかね、ホテルに泊まってて、なんか高熱を出して、洗面所に、入った時にフラフラしちゃって、そこに頭を強打して、すごい出血をして、それで亡くなったって今は言われてるんですけどね。その時は本当に貧乏のどん底だったみたいですね。ですから、今日歌った夢路よりっていうのは亡くなって2ヶ月後ぐらいにやっと発表されたっていうような、いわくつきの歌ではあり、遺作ってことになるのかな。そうなのかね。ということ
でした、ということで今回はフォスターの夢路より、なんか締めっぽくなりましたけれども非常に、ね、歌は綺麗な、ね、いい曲ですよね。もうとにかく歌は、ね、素晴らしい、はい、確かにですよね、現代はビューティフルドリーマーですよ、ということでした、はい、ではまたね、さよなら、はいはい、さよなら。